俺じゃないんだけど、俺ほぼ先端かなと思ってるから、俺で終わんないのをみんなに証明するために先端までローラーしてほしいいかや、それは意味がわな。かんあ、ない。じゃあ、分かった。先端が釣られる意思がないんだったら、俺を釣らないでほしい。なん俺をで？釣るんだったら、俺100%先端だと思ってる。理今の由とこは？ね。理由は？今のところ、理先由端は？かプテハシの2理由択。は？ただね、先端は理由は？ね、先端は特ね、に理由がない。じゃあもう高田さんで僕、先端いいと一緒し。にずっといたの。高田さんこれね、いほんとる特に理由ないんだけど。次来る、次が来る、次も来る、大丈夫。行きましょう。あー、しか、今俺流れ来てる。俺今流れ来てる。来てます、来てます。じゃあ次、マックさん、鶴で、ちょっとお願いします。ダメ、ダメ。それ、高い。ちょっとツイートだけしました。配信中って。よいしょ。テラゾーピカクロス青、誰だ、青、原田さんか。テラゾーピカクロス原田、テラゾープテハシ中田。見ちゃったー。はい、ピカクロスさんが殺してるところ見ました。見ちゃったー。砂ザメさんがモロやってんの見ちゃった。ピカクロスさんがモロにやってました。はい。ローラーでいいでローラーでいいじゃん。ローラーでいいリポートです。これはピカクロスさんが、どこ、場所、はい、整理するね。場所、アドミンです。アドミンのカードスラッシュのところで、私ほらオキシゲンだったじゃないですか。あの酸素のエマージェンシーになってて、右側にあの高田さんとプテハシさんが降りてるの見てたんですよ、ウェブン側の方に。なんで O2 側は大丈夫だなと思ったんで、私がそのままアドミンの方の O2 直そうと思ったら、ちょうどやってる瞬間を目撃しました。私は完全にピカクロスさんのやってる瞬間を見てレポート連打しようと思ったら、セルフレポートが発生した以上です。なるほどね。なので別にローラーで全然大丈夫です。どっちだろう、うん、まあ、投票になったら嫌だから誰か宣言してほしいな。まあどっちでもいいし、全員入れたら投票ならなくないですか。あ、そう、多分大丈夫、大丈夫。ああ。じゃあ。だ、キルしてレポートの方が早そうだな。キルしてレポートの方が早そうだな、レポートは。離れたんすよ。離れたんすよ。ぶっちゃけもうローラーなんで、正直どっちでもいいっすよ。入れるの。どっちでもいいんだけど、頼むからちゃんとローラーしきってよっていうところだけ。もちろんですよ。うん。やりますよ。当然人狼勢はローラーしかしないですよ。ローラー大好きですからね。大好きなのに、あの、細かく、ん、何？ピカさんは原田と一緒にカフェテリアの右上のダウンロードやってたのをずっと見てるんで、なんかあんまり黒要素とは取ってないかなって。いや、だって通り魔、完全に。一個、まあ、これ、あの、入室して、ザンだから。あのおかしくて、そもそもオキシゲン鳴ってる最中にキルすること自体がおかしいんですよ。オキシゲン鳴ったから私アドミン向かってるのであって、はい、だからどちらかと、まあどっちもおかしいんですよね。砂亀さんもどうしてオキシゲン鳴らした後にやってるのかって話なんですけど、多分考えられるのはもう一人のインポスターがオキシゲン鳴らしちゃったからだと思うんですよね。その場にもう一人いてダブルキル狙ったって可能性はないの？いや、いなかったんですよ。一人しかいなかったんですよ。ああ、そう、もう3人だったってことね。ピカッカー砂ザメ釣った後、近況押さないよね、別に。別にいいんじゃないですか。タスク進めましょう。そうそうそう。押した方がいい。え、なんでなんでなんで。え、押した方がいい。押した方がいいのか。ロラだから押した方がいいのか。ロラだから。あ、そうだそうだ。ダブルキル発生させればよくない？もしどっちか残ったとしてもって思っちゃうんだけど。いや、それで1キル使われるのは嫌なんだけど。マジ？1キル犠牲がもったいない。人気だね。これが人狼勢のローラーか。はいはい。じゃあミュートにします。ラサメさんが押してくれるのか。これ慣れていいのかな。原子炉、原子炉。あ、死んでるじゃん。死んでたね。最悪だよ。最悪だ。テラゾー上行ってなかった？砂ザメさんが、うん、まず確実に、テラゾさんやったのは多分砂ザメさんかな。うん、あのーそうだね、巻き添いで、どうせロラだからって多分やったと思う。うん、
いや、そうとは限らない。これだから人狼勢はやっぱローラーが好きっていうね。うるさい。うるさいぞ。待って、でも議論もったいないな。あーやべえ、投票しちゃったか。あ、投票しちゃった。やばい、これ砂田さん絶対もう投票して終わっちゃう。あーそれ言わなきゃいけない。それを言うな。ローラー大好きだからな。あー投票しなきゃよかったな。おしれけど、まあ情報ない、情報更新なすんだけど。押すか。いや、もったいなかったな、さっきのは。はいはい、まあいいんじゃね。押したし。え、待って、ピカクロスさんってどこで死んだんだろう。ん？あ、じゃあごめん、間違えた。あれ違うわ。え、ケイさん、ケイさん。え？え、アドミンでしょ？で、あれ待って、殴り合って、あ、じゃあ結局一人しか殺してないのか、砂鍋さん。今の議論で2人、テラゾウくんがさっきのリアクター騒ぎで殺して、あ、そうかそうかそうか、なんか計算が起きました、はい。そう、殺されたのが K さんで、その議論をしてたのが昨日で、今回は砂鍋さんがテラゾウさんを、アルアガキ切るか。リアクターのね、上で殺してましたね。うん。そう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 。でマックスさんが多分下でずっとやっててくれた。あ、そうそう、なんかそうそうそう、で僕がやって解除しました。それでそうやった時解除されて、はい、解除された瞬間原田さんが押した感じでしたね。うん、もう一人いなかったっけ、寺蔵さん、砂ザメさん、上に行った人いない、リアクターの。あ、行ってない。あ、テラいいっすか発言。うん、僕は砂ザメさん、正直ピカクロスさんのあのなんか萎えながら消えていく様を見て、うんうん、あ、これ砂ザメさんの方だなと思ったんですよ。うん、で僕がオオカミだったら絶対に砂ザメさんのように殺すから、僕砂ザメさんには近づかないでおこうって思ったんで、砂ザメさんがいる方角に行くのやめたんですよね。うん、だから下に行って、でしたらなんかちょっと画面の端の方で見せるの見えたから上に戻りました。だから結局あのリアクターには触れてないっす。まあでも別に、だから別に怪しいとこではないと思う。そうじゃなくても、うん、まあまあ、そもそもリアクターは、そもそもリアクターは僕しか下にいなかったんですよ。僕しかやってなかったんですよ。はい。上誰が直したか分かんない。誰が、私が直しました結局。ああ。うん。はい。リポート先にすべきだったけど、なんか直さなきゃって思っちゃった。リポートすればよかった。まあタスク進めますか。じゃあ砂ザメさん。ダブルキルはしねえか。もうここからキル起こらないと絞れないと思う。もうダブルキル、いや、狙ってたのかなと思ったんだけど、その状況次第でなんか暴れかな。暴れただけでしょ。暴れただけか。じゃああんま拾えるあれはないか。かな。うんと思います。はい。じゃあスキップ押すかな。はい。もう静かな高田さん、黒だからな、大体。何も喋ることないな。リアクターを、情報がなさすぎる。リアクターを押したのが誰かっていうのもちょっと情報なのかなと思ったので、右側に誰かいたときキル狙ってたのかなとか思って、まあいいか。砂ザメさん自身が押したのかな、わかんないけど。左にいた人がだから白くなるってことも言えるかなと思ったけど。いや、砂鍋さん、ちょっと信じちゃったな。紫緑。これまた、連キル怖えな。またやってんな、これ。緑。え？まだ治ってないの？これ。緑。じゃねえか、今のは。ピンク。これやんなかったの白いな。わ。これクールタイム狙ってんのか、これ。怖え。待て。あ、これもう押したんだっけ？押したのかも。押すか。誰か押してくんねえかな。あ、押すのちゃんと言えばよかったな。
ここらちょっと押してほしいな、これ押して押していくねえかな、これ押して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 いくねえかな。 OK、 あ、あ、減ってるこれ。いや減ってない。あ、減ってない。え、5人じゃ、6人じゃなかった？と砂溜さん殺したからじゃない？うん、あ、そうか、殺されたのが K さんと、え、寺蔵さんで、うん、処刑したのは3人だから合ってる。うん、あ、そっかそっか。今ちょっとアドミンで見てて、エレクトリカルに1人。え、違うよ。え、原田さん死んでる、死んでない？あ、死んでる。あ、本当だ、死んでる。あ、原田さん死んでるか。死んでる。え、場所？あ、本当だ。え、今カフェテリアに3人いましたよね。いたいたいた。カフェテリアに3人いた。4人いたくない？わかんない。先端はいた。うん。僕もいました。竹尾さん。はい、あとマックスさんか。はい。なんか踊ってましたよね、3人。あ、いや、あの、めっちゃ押してほしい。押してほしいって。押してほしいって、そうそうそう。めっちゃ押してほしい。やってた、ね、やってた、やってた。で、マックスさんが押したのか。いや、竹尾さんが押した。竹尾さんが押したのか。え、これなん、ちなみに何のための押しなのこれって。ですね、アドミンで見てたんですけど。生存確認じゃない。はい、アドミンで見てたんですけど、エレクトリカルで1人全く動かなかったんで押したんですけど、今エレクトリカル誰がいました？俺。あ、じゃあ、下、多分アッパーエンジンです。あ、もう一つあったんだ。エレクトリカルに一人ずついて、カフェテリアに残りだったんで。それだったら、僕と。あ、違うのか、5人になっちゃうから。うん、プテハスさんとマックスさんと僕は右、ウェポンあたりいたから。右側に、はい、ずっとウェポンあたりにいました。じゃあ、高田さんじゃん。他には無理。じゃあ、高田さんじゃん。俺じゃないんだけど、俺ほぼ先端かなと思ってるから、俺で終わんないのをみんなに証明するために先端までローラーしてほしい。いや、それは意味がわかんない。いや、じゃあ、わかった、わかった。先端が釣られる意思がないんだったら、俺を釣らないでほしい。俺を釣るんだったら、俺 100% 先端だと思う。なん、理由は、ね、理由は今のところ、先端かプテハシの理由は、ただね、先端はね、先端はね、特に理由がない。じゃあもう高田さんでいいし。これね、本当特に理由ないんだけど、エレクトリカルで電気直すとき先端ぐらいしかやってないやついたから、これ 100% 俺じゃないし、これちょっと待って待って待って。いいから。いや、ちょっと待って。一回聞く。だから絶対喋らないで。ちょっと待って。時間全部俺にちょうだい。俺、どうせ俺釣るんでしょ。だから俺にください。で、狼一人釣れてるの分かってる状態で、100% 俺終わらないから、先端とプテハシの二択で俺は迷ってほしいじゃん。本当に？本当に言ってる。じゃあ先端になるけど、ちょっとまあ高田さんって。先端しかも俺を釣るんだったら釣られる意識で投票してね。そうなんだ。はい、ミュートします。あ、終わんないんだ。なんだなんだな。理由のない道連れはちょっとさすがに、さすがにな。検証が行った方がいいな。リポートの準備しとくか。死んでない。え、なんだ、終わると思ったんだけどな。終わると思った。はいはい、え、高田さんで村格だよね。うん。そうなる、ね。僕、センター割と一緒に行ったから、疑ってなかったけどなーって。うん、で、センター僕のこと疑ってる？前回一緒いなかったっけ？まあ、1ポイントあるとしたら、リアクターで、通報しなかったのはなんでだったんだろうと思ったけどね、寺蔵さん。殺害見えてたのに。いや戻ったのよ。戻った。え、上でやるの見えてたって言ってなかった？会議の方が、そう、見えて、でもちょっと、普通に、下行ってて、あ、死んだと思って上に戻った時に。それ視野広すぎ？さすがに。それ。いや、広くない。それインポスターの視野の広さじゃない？あ、先端なんだ、うん、そうなの？いや、それで、そうなるのは分かんない。いや、だから疑い会社はよくわからんけど。いや、別にだって、あそこでさ、あの局面で、別に、
え、マジで押さないところが黒要素になる理由がわからないもん、僕は。いや、そんぐらいだから、いや、別にそんな反応されてもなって感じなんだよな。あ、本当に？まあいいや、それはいいとして、原田さん殺しが誰がで可能かっていうのを洗った方がいいね。そう、そう、そもそもそこが3人で、ウェポンにいたから、僕と竹尾さんと先端さんだったよね、確か。うん、一緒にいたの。だから、僕、やっぱり、プテラさんになっちゃうけど。まあ、それか、竹尾さん、竹尾さんが、アドミンに行ってなくて、うん、エレクトリカルで高田さんを目視してて、みたいなことは一応、あり得る。マジ？あり得、あり得はする。でも、マジか。まあ、あ、そうだ。僕、先端あんまり疑ってなかったから、高田さんで終わんなかったから。うん、てか、待って。てか、そもそもさ、はい、そうだ、この3人はさ、結束があるんだ、O2 での。うん、そう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 。じゃあ、竹尾さんじゃね？そうなの？竹尾さんだけ一応アリバイなくない？アドミンで見てるとは言ってて、高田さんとはつじつまが合ってるけど、うん、例えば弁当の中にいて、うん、高田さんを目視してたみたいな。とか。でも。いや、そこ弁当つながってないんで。エレクトリカルで高田さんの姿を見てたから、高田さんの最終位置を知ってたとか。例えばね。とか、入り口入るの見てたのとか。その O2 の結束ってのは、そうか、そうか、そうだ、O2 の結束の時、竹尾さんがいなかったのか。でもやっぱり僕、先端とはかなり一緒にいたから、ほぼ疑ってないのね。田中さん殺してないから。O2 で、スキップ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 。O2 では、アドミンが直したの。サボタージュで死なない？スキップ。大丈夫でしょ。煮切りしなきゃいけないから大丈夫でしょ。もう一回、押せない。押せる、押せるの誰だ？押せるの誰？あと。押してほしい、押してほしい。あ、押せません。これ終わった？今行くしかなかったか？怖えこれ。いやちょっとわかんねえな。今先端解除した？うん。解除されて押したよね。そうだね。うん。押してって言われてたから待機して。あ、ありがとうございます。いや、助かります。センターじゃないと思う。僕、高田さんがミスってセンター疑っちゃってるだけで、だって僕、一緒にいたもん、原田さんの時に。センターも見てたと思うんだよね。うんうん、マックスさんもいたよね。そうそうそう、ここ3人が一緒にいたんだよ。竹尾さんか、じゃあ。いや、違いますね。私、アドミンの方を解除してるんで。その、もっと前に殺したんだよ、ね。言われても。その3人で結束があるって言われてもちょっとそれは理解できなくて。じゃあ誰疑ってるんですか？それを否定するんだったら疑ってる人を1人挙げないといけない。先端プテ足の中だと思ってるんで。いや先端僕センターじゃないと思ってるよ。さっきの会議の感じ見てるとプテ足さんかなって思ってます。さっきの感じというのはもっと明確に言えますか？先端さんと殴り合ってる時にレポートを押さなかったっていうのは確かにレポート押せるはずの人間だったのに押せなかったっていうのはちょっとおかしいなと思ってます。いや、それはじゃあ弁明するけど、だから、円の輪の上の方でキルが起こったけど、僕はもうすでにリアクターの下の方を修理しに行こうとしてて、一回行ったけど、あ、今なんか死ななかったかなっていう、その 0.5 秒ぐらいの迷いがあって上に戻ったら、エマージェンシーが押されたっていう感じです。だからそれはちょっと勘弁してほしくて、その動きは見た、下にね行った動きは見たんですよ。だからついつまは一応合ってる。そもそも砂亀さんが絶対狼じゃない。で砂亀さん死んでる状態で原田さんが死んでいて、で原田さんを殺せる可能性があるのって竹尾さんしかいないから、うん、そこなんだよな。結構長い時間いたもんね、3人一緒に。じゃあ竹尾さんに入れようか。竹尾さんがアドミンの方から来たってこと？カフェテリアに、うん、押しましたよね、ボタン。アドミンで見て5人いたんで、でエレクトリカル、アッパーエンジンカフェテリアに3人いたんで、エレクトリカルで死んでたらまずいなと思って一回招集かけたんですよ。いやでもそれはそっか、カフェテリア人数も把握してんのか。そうですよ。いやでも、あれですか、あの酸素切れ狙いとかもしてるんじゃないかなって。今の竹尾さんの仕掛けは白いけど、投票するしかないね、もうね。そうですよね。僕、先端信じてるから、竹尾さん入れるわ、じゃあ。アドミン自分が直してるんですけど、誰もアドミンに来てないんですよ。だったら解除する意味なくないですか？
まあそれは白アピとしてね。うわあ、そうなる。うわー、ちょっと待って、やばー、やべ、やったキヨさん言ってよかったかな。ずっとみんなで行動すれば大丈夫。みんなで行動しよう。こっち。いや、素直に妥協さん言ってよかったかな。ちょっと。ずらせて、これ。うわ、分断されるよな。これもリポートするしかないんだよな。 OK で、コミュニケーション行きたい。ちょっと待ってよ。竹雄さんが殺してめこれ確認したっていうのも一応言えるか。タスクでも勝つしかないな。じゃねえか。いや、竹雄さんのアドミン、いや、まあ殺してた後だったら可能だよな。こっち来た、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 いや、こっち来た、こっち来た。終わってねえぞ。あ、いや、まいや、ごめん。いや、ダメ。じゃあ、どっちみちダメだ。ワックさん頑張ったよ、私。あがいた、あがいた。いや、ナイス。めさめさ、ありがとう。マジか。私、あがいたよ。お見事、お見事。しおりおめでとう、マックさん。マックさん、おめでとう。いや、わかんなかった。マジか。一個聞きたいことあるんですけど、一個聞いて、O2 の結束って何すか？O2 でね、いたんですよ、3人。公園の近いか何かですか？ O2、あの、3人固まってて、あの、マックス、先端、プテラ、高橋が、ウェポンで3人かさ、O2 で3人重なってて、で、その時が、原田がアッパーエンジンで殺されたタイミングだったんじゃないのかなみたいなミスリードがずっとあったっていう。僕、一個、その先端のことはもうずっと見てたから、先端は白だと思ってたから、マックスさんが白かどうか分かんなくて、でも先端がマックス白って言うんだったら、まあそうなのかなと思って、竹尾さん言っちゃったのは申し訳なかったけど、最後、2人きりになった時に、竹尾さんが僕のこと殺せなかったから、マックスさんと2人で O2 直しにはいけないと思って、うんうん、でもそれ行かないとどっちみち直さないと負けるから、殺されてもいいから行かないと、うんうん、まあ、なので今回こうあの、あ、正しくは、あのさ、あのエレクトリカルで3人直してあの3人が白くてマックスさん怪しいだったら、あの3人の人1人を行かせてマックスさんの怪しい方向に2人で行くっていうのが正解だと思いますね。そしたら殺せが発生する。いやでもマックス怪しくなかったから僕た分かんなかった。まあ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 どっちみちね疑えてなかったしね、まあまあまあ、マックスさんのこと、まあまあ、怪しがってる人が判明してれば O2 枚も怖くないけど、マックス白かったから1人で行かせて大丈夫だろうって思っちゃった、ね、うん、え、ちなみに原田の殺害タイミングを多分みんなちょっと勘違いしちゃってたかもしれない。結局は どこだったんですか？どこでどのタイミングだったんですか？オツの前でよ。いやでも本当にアッパーエンジンで殺してたんです。アッパーエンジンっていうかその辺で左側で殺してたんですけど
でも何にも悪くないの高田さんが死んだらかわいそうだった。いや、トリカルにいるの証明されてて、で、先端がそれでも疑ってきたから、スキル考察でこれ分かんないはずねえだろうと思って、先端が。だから、オオカミかなと思っちゃった。なるほど。そう、ね、これ理解できないってあると思って。いや、1ゲーム目を思い出しましたね。そうだね。ちょっと私の初手切りもちょっと言い訳をさせてほしい。でも、先ちょっといいですか、その話で言うと、はい、でも高田さん視点はそうかもしれないけど、アッパーエンジンで殺して、ハッチでエレクトリカル行ってたら。いや、武雄さんが見てるのがアッパーエンジン1とエレクトリカル1状態で壁にいるのを見てるから、ずっとその状態だと殺しが不能じゃん。と、あの位置関係上ね。あ、ずっと見てたってこと、ずっといたの俺、ずっとエレクトリカルにいたし、ずっと。あ、だからその最終的に、その、最終的な位置がエレクトリカルとアッパーの死体だと思ってたから。あ、だと、やっぱ俺が殺しに行けないと、位置関係上ね。最終位置だった場合でも、アッパーに一々残ってて、俺が一回離れてたら、エレクトリカルに消えちゃうから。ハドミンのその情報って、その死んでる人も映るんですか？映る映る。だから死体が、死体も映るんだ。そう、アッパーエンジンにあって、高田さんが結局エレクトリカルにいただけなのかと思って。なんだけど、いや難しかったわ。あ、そうか、高田さん視点はずっと見てたっていう解釈だったのか。ちょっと初手切りも私あれちょっと沼ってはいない。ちょっとアドミンで K さん殺したじゃないですか私。うん、で K さん殺した直後に私リアクター鳴らしたつもりだったんですよ。で、ね、でリアクター鳴らしたと思ったら多分マックスさんがオッツ鳴らしたっぽくて、どんどんアドミンに入ってきたからやべえやべえやべえって思っちゃった。ごめんごめん。殺せるって分かんなくて。あ、なのでだから、あ、ま。私がリアクターをするよりちょっと前のタイミングで多分マックさんがオーツをしたんで、あ、これはもうダメだと思って、もうピカクロスさんをローラー持ってきつつ、まあワンチャンあがけたらもう一キルみたいな。まあ、だから、あの、ワンチャンそのキルがちゃんとできてるのが素晴らしいと思います、うん、本当に。ありがとうございます。あれはもう頑張った。高田さんキルに関してもそうだけど、僕キルは本当皆さん謝ってください。まあ、リアクターってください。なんでテラゾーさんだけが唯一俺は砂ザメさんを疑っているのにリアクターでボタンを押してる後ろに砂ザメさんいる状況。あ、終わった。かっこいいわ。絵に描いてください。僕はできなかった。あれは本当に目の前に砂ため、寺戸さんしかいなかったので、ちょっともう寺戸さんしかないなと思っちゃって。まあまあ、何あれ。まあでも大丈夫です。あの投票に関してはどちらかというと人気投票でいっぱいもらった方が勝ちだと思ってるので、ローラーの投票なんて。ローラーの途中でリアクターに送れるのはもう一人、あと一人死ぬことになるんで、マジで勘弁してくれと思いながら死ぬ。だから、うわ、寺戸さんの背中が見えてると思いながらもう、じーって見ながら。じーっと背中見て、早くキルタイム終われ、キルタイム終われって思いながら。なんか、砂鮫さんの最初のピカクロスさんがやったのを見た報告が、なんか、あざと差が全然なかったから、私大根演じたなと思っちゃったっていう。ピカクロス日表が見れましたね。ね、見れちゃってましたね。24時ですが、皆さんどうですか？続けられますか？あ、3時間やったんだからもう。早いな。3時間。早。バクが多すぎてやった気がしない。ラストでいきますか。はい、構いませんよ。じゃあまた。じゃあ次別マップということで、はい、了解です。はい、としたいと思います。はい、ミュートにします。いや高田さん、ごめんね高田さん、ちょっといや申し訳ね。計算見た。いやー高田さん処刑があれだったかな。分岐になったかな。